これいいんかな。早速遊んでます。いいっすか。あ、これあれつなげんだよね。画面の設定を、明るさを暗くしてと。あ、おはようございます。ですね、設定、一般の設定を、設定を開けてか。で、一般にして、Siri を出して、日本語、見えます？日本語にして、もっと普通に戻して、僕、今、こんな感じなんですけど、ホーム画面こんな感じなんですけど、長押しすると、Siri が出てくるんですよね。で、あ、おはようございます。今日の天気はのどげな感じ。よろしければ、ノーウェブで検索できますよ。怒られた。Siri に怒られました。はい。天気はどんな感じ？教えて。申し訳ありません。理解できません。怒られました。よろしければ、ノーウェブで検索できますよ。俺さっきできこったんね。今日の天気を教えてください。今日の天気予報です。あ、出ました。はい。こんな感じですね。はい。今週の天気を教えてください。今日から次の日曜日の天気予報です。あ、福岡の天気予報はと聞かなければダメかも。いや、なんか出ましたよ。ほら、位置情報もちゃんと出るようにセッティングしてるんで。はいはいはい、そうですね。こんな感じで。FM 福岡に行きたいんですけど。今日から次の日曜日の日本の福岡市の天気予報です。無視されました。 FM 福岡に行くのは無視されました。ちゃんと FM 福岡に行きたいんですけどっていうのを優しく聞かないと答えてくれないかも。はい。あの、 FM 福岡に行きたいんですけどっていうのを出したけど、無視されました。おもろいです。アホな子です。パインズに行きたいんですけど。私には理解できません。パインズはあれですね。ダメですね。あの、パインズの事務所には、行き方教えてくれませんね。やっぱトップシークレットなんですね。ダメだと怒られました。はい。FM 福岡に行きたいです。すみません。お店や会社、地図、渋滞情報を検索できるのは、米国内でアメリカ英語を使っている時だけです。ほう、怒られました。新しいことが分かりましたね。あの、お店や会社、地図、渋滞情報を検索できるのは、米国内。これ、日本でできる時もできるんでしょうね、これ。はい。で、下にウェブで検索ってありますんで、そこを押すと出るんでしょうね。ってことは、お腹が空いた、私には理解できません。お腹が空いたダメなの？丸亀製麺に行きたい。私には理解できません。ちゃんとでもあれですよ、丸亀製麺福岡鴨店に行きたいは、私には理解できませんって出ましたよ。丸亀製麺に行きたいしたら、そこまでは出るんだ。そこまで出ましたよ。これ面白いですね。マジっすか。すごいなぁ。ラーメンが食べたい。すみませんが、私には理解できません。いかんすね、これ。うどんが食べたい。あ、いいですね。はい。うどんが食べたい。
私には理解できません。全部ダメです。はい。あの、さっきですね、どこやったかな、ですね、お店や会社、地図、渋滞情報を検索できるのは、米国内でアメリカ英語を使ってる時だけですっていう風になってますんで、まだ対応せないみたいですね。じゃあ、かなりダメですよね。うん。あ、あなたは誰ですか？いいっすね。あなたは誰ですか？私はシリ。あなたのバーチャルアシスタントです。ちゃんと答えましたよ。初音ミクの声のバージョンとか、こう、流量でから、アップデートしてくれるんじゃないですかね。多分それしたら、多分売れると思うんですけどね。おっさんがホイホイ買うでしょ。もうですね。なんか言ってみたいことないですか？うん。もうちょっとだったらできますよ。リマインダーの登録とか、予定の登録とか、ツイートだけなら大丈夫か。もうそうですね。さっきちょっとやってみました。おはようやってますね。はい。ちょっとタイムラインでからできますよっていうのを聞いたんで、本当にできるかなと思ったらできますね。意外と。アラームのセットは簡単でした。これずっと使って遊べますね、これ当分。これだけで。何がいいかいな。ビールが飲みたいです。申し訳ありません。理解できません。この野郎、バカ野郎。ああ、もうアラームで終わりました。はい。初見です。何が初見です。面白いことなさるのを目の前で覗きに来ました。すみません。寝てください。ですね、まだ地図とかのですね、検索が連動してないみたいなんで、ちょっと唐揚げ、あ、いいっすね。俺は唐揚げ食いたいですね。唐揚げが食べたい。私には理解できませんって言ったら、私には理解できません。唐揚げができたいは、文字として出ましたが、その先が出ません。まだですね、対応できません。ちょっと2、3、まだこれ、バージョンアップでから新しくなるじゃないですか。愛してる。あ、いいっすね。愛してます。ポルポルだったらすごく分かされるでしょうね。あなたらは、私への翼への下を抱く風。ものすごいことになりましたよ。日本語がめちゃめちゃビブラートしてましたよ。照れてますか？はい。あなたは、私の翼の下を吹く風。何でしょう、これ。鎮祭を知ってますか？すみませんが、私には理解できません。鎮祭は理解できないというふうに言われました。残念です。これ、相当これだけだからコンテンツでずっとやれるじゃないですか。面白いですね。シリと遊ぼうでずっとできますね、これ多分。ソフトバンクは好きですか？申し訳ありません。理解できません。理解できないらしいですよ。もうちょっとソフトバンクさんはもうちょっと頑張ってもらいたいですよね。情の春団吉に聞きたい。何を言ってるんですか？城の春団地に行きたい。あ、城の春団地で、地図と連動しないの無理と思いますよ。申し訳ありません。理解できません。はい。シートを永遠と話し続けるキャストが。いいっすね。多分それでからコンテンツでできると思いますよ。はい。今晩、いっぱい食べたいんだ。あれ切られました。今夜は何も予定がありません。ああ、まだ入れてないからですね。頭いいですね。家族うどんが食べたいです。申し訳ありません。理解できません。でもちゃんとあれですよ。家族うどんが食べたいですってのはちゃんとこう、文字として出てるんですよね。こう結構すごいですね。なんかこう、ツイッターとかを、まだ対応してるのが、
本家の、やつしか対応しないんですけど、それで結構、こう、返信とか読んだりとかできるのやったら面白いですよね。ツイッター。ツイッターについてはお手伝いできません。ご了承ください。あれ？ツイッターもできたらいいのに、読んでくれたりしたら面白いですよね。自動音声で永遠とですね。寝なきゃいけないんで、寝なきゃなかった。ちょっと今からちょっとシャワー浴びてから用意しなきゃいけないんで、そろそろ終わりにしますが、46分、あと5、うん。東京の天気を教えてください。今日から次の火曜日の日本の東京都は天気が崩れそうです。ちゃんと出ますね。東京のホテルを予約したいんですが、予定は何時からですか？2日後の8時からです。はい、今日の予定を設定します。いやいやいや、キャンセルでいいっす。スケジュール。わかりました。この予定は登録しません。もうね、面白いですね。ちゃんとこれ出てきますね。なんかいいのあるかな。あ、金曜日の9時から、テレビ番組を見たいんですが、金曜日の9時からテレビ番組が見たいんですがをウェブで検索してはいかがでしょう。嫌です。本当も、チンソヤを見たいので金曜9時にお知らせてください。すみません、お店や会社を検索できるのは米国内でアメリカ英語を使っている時だけです。 Google で貸す。そうですね、はい、簡単に言えば、これですね。これは Google で貸すってことですね。4行を Google で貸すですね。はい、よくわかりました。はい、起こしてくださいはすぐなりますよ。8時に起こしてください。午前8時にセットしましたね。ちゃんと出ます。この手のやつは簡単みたいですね。あとなんか面白いかな。地図と連動しないのはちょっと辛いですね。これ全部できたらかなり使えるじゃないですか。うんですね。あ、リマインダーに登録、リマインダーに登録。何についてですか？リマインダーはありません。あ、ありませんって何それ。金曜21時、リマインダーに登録。通知日が明日の午後9時のリマインダーはありません。先に通知して、それを教えるってことかいな。まあいいや。まあこれちょっと話し方とかのやつを覚えんといかんですね。というわけで、すいません。ちょっともう今からちょっとバタバタ準備しなきゃいけないので終わります。これちょっと残しときますので、面白いの残しときます。まだこの続きはいろいろできると思いますんで、誰かがすると思います。はい、じゃあこんな感じで、尻と遊ぼうでした。